どうもこんにちは、特化軍です。本日はこちら、激アツ使い捨てカイロで料理する。前回で興味持った方いらっしゃるんじゃないでしょうか。興味ありますよ、ね、何ですかこれは。普通のカイロじゃございません。めちゃ熱いカイロ、マグマ、すぐ高温、野外で冷めない、やけど、低温やけど防止のため禁止なのは固定圧迫、肌に密着した状態、危ないと。マグマでもってですね、今日は何を調理しましょう。ポン、ゆで卵です。ゆで卵作ってみましょう。普通ありえないんですけどね、すごいですねこれは。最高温度73度です、はい。卵のです、黄身、はい、およそ70度ぐらいで火が入っていくと、はい、ちょうどじゃないですか。見てください、うん、73度、3度余裕があります。あ、最高温度でずっといかないといけないところですね。これで温めていきますよ、はい。コップ用意しました。はい、私のコップです。はい、はい、お前相変わらず汚ねえな。なんだこの染みは、茶渋じゃねえだろこれも。お茶飲んだことないですからね。じゃあ何なんだよこれ。開封準備、開封準備、開封、やべえ、うん、やこれをね、今日は開けます。え、うん、中身ってどうなってんのかってちょっと気になりますよね。そうですね、開けて利用術ですよ皆さんね。はい、チョキ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 、この中に入ってるのはね、鉄粉、炭、ね、塩、水、バーミキューライトなどなどでございます。そんなにね、有害なものは入っておりません。これ、あのガーデニングのね、土に混ぜてもいいと。あ、ちょっとね、すでに熱くなってきました。マジですか、マジですか。これをまずじゃあ投入、うぃーん、ズドドドドドドッと。コップこれ1個しかねえんだよな。お、もう捨てちまえこれ。これ塩素につける、つけようよこれ。これね、真ん中にこう地雷埋設、よし、垂れてる地雷、かわいい、すっごいかわいい。なんかここ最高温度をね、記録することができれば、温泉卵にはなる予想ではあるよね。70ですもんね。2つ目、ズドドドドドーンと。炭って万能ですよね、ろ過もできるしさ。お、埋もれてきました、埋もれてきました。もう一ついきましょうか。はい、最終段、ダンチャーク、今完全に埋設され埋設、よーい、よし、こんな感じ。まさか中に地雷があるとは思うまい。番組の途中ですが、冒頭からですね、はい、あることに気がつきました。はい、何でしょう。使い捨てカイロというのはですね、はい、酸素でもって温まります、はい、前も説明した通り、はい、このコップであると、はい、下の方が、はい、新しい酸素入んないんであるまいかと、これをぶっ込んだ直後に気がつきました。俺のコップが。ですので、あの、はい、早速ですね、 あの今ホイールでもって一回型を取って、このホイールに使い捨てカイロが漏れない程度のちっちゃい穴を開け、はい、酸素が入るようにしてそこに移そうかなと思っております。酸素入る穴をね、こうプスプス開けていこうかなと。結構真下にも開けた方がいいんじゃないですか。そうですね、うん、こっちのアルミの方が熱伝導もいいって言いますしね。そうですね、はい、はい、じゃあ引っ越し準備、引っ越し準備、引っ越し大丈夫か。よし、わあ、なんかでも神々しいな、なんかいいね、やっぱ温め中。蓋もしてみました、穴も開けてみました、どうでしょう。めっちゃくちゃ熱いよ。熱い、うん、あと20分ぐらい待ちましょうか。30分経ちました、はい、開けてみましょう。まずはね、カーリンちょっとね、うわー、うわー、ほか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 、触ってみて、あ、はい、めちゃくちゃ熱いよ。ズボ、あっち。軽くやけどするわ、うん、え、これ熱い、ほんと、ほんとにね、触らなくね、中心部マジでやばいです、ほんとに熱い。さあ、いろいろね、考えてみた結果、はい、やっぱり指でいくという決定になってしまいました。このね、マジックアームで。マジックアームでいきたいと思います。短い。じゃあ、あの、まず佐藤さん、1のボタンを押してもらっていいですか。ピッ、トゥ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 、2のボタン、ピッ、ウィーン、あー、ダメだった、いけ。分かった、いけ、ちくしょう、行きたくねえ。いや、これやばいな、やばいな、やけどするまで。負けていいですか。負けましょう。すいませんね、手が死んで、ちょっと、あの、本当に熱かったです。これやばいよ。あ、出てる、めっちゃ出てる、今、下げてました。卵熱い、卵が熱い。あ、お、なんか高級。おー、いいね、できているのかということでございます。いきますよ、リーチがかかってますね。リーチ、温泉卵リーチ、温泉卵ができていたら大当たり。温泉卵できてるか、発射用意、3、2、1、
お、パカリンチョ。おお、マジだ。マジだ。ちょっと待って、びっくりした。マジだ。おお、白身80度だけど、ほら黄身が入ってるじゃないですか、これ。もうちょっといたらもうもっとか。え、でもこれ十分すごくない？もっともっと。プチンプチンプチン、プチンと。お、ちょっと半熟の半熟のね、この固まりかけ、ほらほらほら固まってます。ちょっとほら黄身が固まっております。あ、これあれじゃないですか、好きな人。いい感じ、いい方か、いい感じ。それではいただきたいと思います。美味しい。1個だけのために丹精込めて作った温泉卵。うん、うん、いくらですか？9900円。卵1個ですよ。9900円だはい、終わりましたけれども、料理もできたということでございます。はい、ではね、今度これでツバメの推理チャーハン作ります。いや、食材の方がむずいわ。それじゃあまた。